ました。午前6時18分現在の道路交通情報をお知らせします。なお、新型コロナウイルス感染防止の観点から帰省や旅行など都道府県間の移動に際しては基本的な感染防止策を徹底していただきますようお願いいたします。なお、渋滞や故障、事故などで高速道路上に停止している車両に追突する死亡事故が発生しています。運転中に渋滞や停止車両に遭遇した場合はハザードランプを点灯して後続車に合図を送りましょう。ハイウェイラジオ小田原よりお伝えしました。